こんにちは、井上です、えー。そうですね。聞くだけで外国語が上達するラジオその8ということで、えー、今回は恋に落ちたシェイクスペアを見ろという話をしたいなと思います。まあまあ別にいつもの通り一発なんですけど、ほんとそれだけですね。あのー、まあ、恋に落ちたシェイクスペアを見ましょうと。で、僕はこれを多分、えっと、 いつ頃なのかな大学院入ったぐらいなのか、その前ぐらいかに見て、まあその自分の授業でね、もう今亡くなっちゃった方なんですけど、大井邦夫先生って方がいて、その先生の英米演劇っていう授業で、えーと、まあそのとはいってもその先生やっぱシェイクスピア専門だからシェイクスピアの話が多くて、また多分そういう授業を取ってて、で、まあなんていうか、面白いというかすごいインパクトのある先生だったんですよね。まあで、それで、ね、 あのねでも結構多分みんなが思うよりシェイクスピアの劇ってずっと面白いからで僕はちなみに多分ね何見たらいいんですかって言ったらもうロミオとジュリエって一発だと思うんですよあれ見るとあれ見るもしかしたら見るよりあの劇読んだ方がいいかもしれないけれどもうめちゃくちゃ面白いんですよあのねむちゃくちゃスリリングなんですよねあもうなんかなんていうのかなだからある意味サ,サスペンスって言ったら変だけどすごいこう なんて言うんだろうあのだか僕はなんかちなみにそれを見たのはた読んだのは多分その A.B 演劇でなんか書かなきゃいけなかったからそのロンドンに大学2年生の時にロンドンに行った時に。 あのフランス行った後にロンドン行って、まあ、ちょっと僕は別にロンドンあんま好きにならなかったんだけど、フランスの方がいいなと思って、それでこうやって今フランス語勉強してるんだけどあの、ロンドンの方が、ロンドン行った時に、えー、とロンドンのハイドパークとかで、まあ、パブでね、酒飲んで、その後、あのー、その宿題がてら、えーとまあ、ちょっとカッコつけて、一応英語版も買って、多少有名なシーンはね、見てるわけですよ。でも僕、その時思ったのは、シェイクスピアって天才なんだなと思ったんですね。もうこれとにかくね、ロミオとジュリエットは見た方がいい。なんか他のは、 ななんていうのかなあのちょっと確かにかったりになった時もあるけれど僕ロメオとジュレットは確かにねあのシェイクスピアって天才なんだなって思ったからぜひ見てほしいんですけれどまあでもそんなねあのシェイクスピアそのものについてあそうかそんなこともあったんでシェイクスピアについて、えー、興味はあってまあなんか多分だから結構でも一人でドラマ見たりはしてたんですよねでそれで、ね、恋に落ちたシェイクスピアっていうのをちょうどだからそういうのがあったから見たら面白かったし なんていうのかな、その当時の雰囲気が知れてよかったんですね。で、これはすごい多分本質的なとことなんですけれど、その、なんていうのかな、あの、楽しむのってすごい難しいんですよ。楽しむのってすごい難しくて、何でかっていうと、まあそういうディスクールって話を最近よくしてるけれど、結局、その時代の価値観とか、その時代のあり方っていうものが理解できないと、ちゃんと理解できないからですね。でも一方で、これってすごい重要な作業で、何でかっていうと、 特に今のこのネットの時代はそうなんですけれどその自分の持ってるディスクールに絡め取られちゃうからですよねで絡め取られちゃった結果何が起こるかっていうとその中で自己中毒を起こしてしまって新しい世界に触れ合えなくてその結果成長が止まってしまうってことが起こるとだからどうやってその新しいね自分の今ので結局そうやって何て言うのかなその自分のディスクールの中に止まっちゃうと 新しいことが手に入ってこないから成長が伸びないんであって、てか一言で言うとね、今の問題が解決できないんですよ。今のディスクールの中にあるからその問題が生まれてくるんであって、他のディスクール、言説の中に行ったらそもそもそれが問題じゃなかったり、全く違う解決法が見えたりするわけですね。そういうことをするために、何て言うのかな、新しいことに触れればいいし、で、その時にやっぱ僕は、 まあ英語のね、あのだから、なんていうのかな、すごいある意味思うのは、なんか英語できるようになりたいんだったら、やっぱ英文化英あの英米文学とか詳しい方がいいですよね。で、あとはもう一個、多分これはすごい根本的な話なんだけど、あのバカだと思われるんで、本当に。ここがなんかすごい難しい話で、やっぱある種今そういうのに対する、こう、なんていうのかな、そういうメインのカルチャーを押し付けるのってどうなんだっていうところはあるけれど、まあ一方でやっぱりでも、 その何て言うんだろうな、そういうものを見てるか見てないか、知ってるか知らないかっていうところで、何て言うんですかね。まあ、だから僕、ぶっちゃけて言うと、だから多分、英語圏の人と話してると、ほとんど頭いいなと思われるのはんでかっていうと、そういうことを知ってるからですよね。で、別にそんな大して頭いいかは知らないんだけれど、向こうから見て、これが、えー、っと、何て言うのかな、その要するに彼らの文化圏で評判が高いものとかを、大学のね、講義でいろいろ教えてもらったことがあるから、 だからそれで向こうから見るとなんか頭がいい人が読んでそうな作品とかをある程度知ってたりするんですね。で実際はだからそうか知らないんだけれどそういうものだけどそれもやっぱさっきのディスクールって話であって日本人から見て評価が高いものとその英明圏の人から見てあの評価が高いものって違うんで そこの部分っていうのを僕は分かってた方がいいと思うんですね。なんか頭の良さみたいなものとか、その世の中で評価されるかっていうのは、自分の価値観がどうかって話とちょっと違うんで、もちろん僕はそこの自分の価値観を追いかけるってのはすごい重要だと思うし、どっちかっていうと僕はなんかその自分の価値観を追いかけて生きてる人だと思うんですけれど、まあでも大学の時にやっぱりそういうね、一通りに習ったおかげで、まあなんていうのかな、あのー、 そういう教養的なものが身についたし、まあ、あとはやっぱり英語をね、伸ばすって意味でも、なんていうの、なあの、だから、やっぱト o イックとかの、なんていうのかな、まあまあ、すごいめ、ある程度重要だと思うけど、やっぱすごい、なんていうの、バカで下っ端な、なんていうのかな、もう本当に、あの、まあ、<laughs> トイックの、だってわかると思うんですよ。ト o イックで取り上げてる英語のような仕事しかしてないやつは絶対給料低いじゃないですか。だって、なんていうのかな、あの、 ねえ、わかると思うんですよ。だコピー直したり、なんかケータリングの手配とかばっかしてるんですよ。だって別に何かの部署において、なんか例えばマーケティングの専門家とか、さらにその上のね、なんかボードミーティングで話してるとかとも全く違うし、自分で別に、ね、なんか仕事をしてるわけでもないし、でああいう世界観で止まっちゃうと人生つまんないと思うから、こういうのを見た方がいいですよってことですね。というわけで、まあとりあえず今日、で、その、 ね、そういう新しい世界観に触れるときに、でもいきなり入るの大変だから、この恋に落ちたシェイクスピアから見ましょうと。まあ、僕の先輩で、あの本田マリエさんって方がいて、まあ、あのすごい優秀な方で、えー、っと、今、どこだっけえー、っと、忘れちゃった。あのね。 明治学院大学ですね。准教授されてるんですけれど、まあ、あの、なんていうのかな。えー、っと、その人が書いたやつでもね、やっぱりその恋に落ちたシェイクスピアみたいなのはいいですよって書いてあったから、僕が勝手に言ってるだけじゃなくて、そのシェイクスピアのね、あの、ちゃんと日本英文学会とかでね、活躍されてるね、先輩が言ってるんで、あの、いいと思うんで、ぜひ見てください。まあ、楽しんで、単純に。そんな感じです。では、では、失礼します。